メムリンゲンは、ドイツ連邦共和国バイエルン州ミルテンベルク軍に、属す、マチソン。オーデンバルトの門を自称するメムリンゲンは、バイエルン州とヘッセン州の宗教をなす、魅力的なメムリング渓谷に縁取られた、オーデンバルト北部の森に覆われた高地に位置する。メムリンゲンは、北は、アシャフフェンブルク軍、西は、ヘッセン州に属す。 ダルムシュタットディー及びオーデンバルト軍と境を接している。この町は公式にはメムリン建築単独で構成される。戦士時代の低住民によって墳墓が作られ、その遺物が出土している。その多くは石器時代にまで遡る。ローマ時代のものとしてはユピテル巨人像やその他の神の石像がある。これらは メムリンゲン周辺を取り囲む丘に残る荘園アートと、共に、かつてのローマ帝国の拡大を示すもので、那須線の東わずか数キロメートルの前川が、国境となっていた。現在の中心地に6世紀のフランク寺入植地があったことは、集落西部で、考古学者が発掘した大規模な墓地跡によって証明されている。服装品がない、あるいは乏しい多くの墓に混じって、 極端に豊かな墓が見つかっている。このことは王国初期におけるこの地域でのフランク人による領土拡大を示すものである。この入植地は耳人間として802年から817年に作成された古田修道院の文書に初めて記録されている。この文書には近隣集落の最初期の記録も同時に記録されている。フランク時代の初期には メムリンゲンの最小の教会も建設された。中世、この地域に所領を有し、税を徴収し、あるいはその他の権利を有した多くの教会施設や上級、下級貴族家の生員が知られている。1024年に皇帝ハインリヒ二世はメムリンゲンを含むシュトックシュタット伯領を古田修道院に送った。1278年にこの村は、 バフハガウ伯領と共にマインツ大使教領に移された。メムリンゲンは政治的にはマインツ選定公領、ェンとバフハガウに属したが、村の裁判権、広大な土地の所有権、その他の飲衆的な諸権利はブロイベルク上司化に帰属した。このことはマインツとブロイベルクの間の絶え間ない紛争の原因となった。中世後期におそらくは下級貴族の フォン・メムリングという家系が主に聖職者あるいは前途の白として文献に登場するようになる。この一門が1435年にゼリゲンシュタットで生まれた有名な画家、ハンス・メムリングの祖先であることは歴史研究の面からは疑いないことである。ハンス・メムリングの作品は現在世界中の第一級の美術館で目にすることができる。メムリンゲンの南。 ブーフベルクの北斜面にバンベルク聖堂三次会に帰属する村ハウゼンヒンターデアズオンネがある。この村は1348年の猛烈なペスト化の際に人口の多くを失った。おそらく戦争の影響で16世紀の初めに最後の数少ない生き残った住民はすぐ近くのメムリンゲンに移り住んだ。メムリンゲンの長域はこれにより事実上拡大した。 隣接するハインシュタットも荒廃した小村からかなりの領域を獲得した。中世末期のメムリンゲンの詳細は1426年の租税記録で知ることができる。この頃にはベルトハイム博がグロイベルクの上司として62の農場から税を徴収していた。メムリンゲンは有力な入植地となっていたことがわかる。30年戦争は メムリンゲンの発展に手痛い打撃を与えた。ペスト、略奪、焼き討ちが住民を厳しい状況に追いやった。1650年には、わずかな生存者が記録されるのみであった。多くの土着の人々の命がたらし、い、戦争によって奪われた。戦争終結直後から新しい名前が記録に現れるようになる。特に南チロル、フランス、オランダからの移住者が多かった。 30年戦争は新しい教会の建設も妨げていた。1774年から1777年にやっとメムリンゲンの人々はその計画を実現した。バロック様式で建築されたこの教会は現在この街を象徴する建造物となっている。19世紀の初めにメムリンゲンの600年以上にわたるマインズ選定工業時代が終わった。 1803年、新たに創設されたアシャフフェンブルク公領に編入され、1810年に同公領はフランクフルト大公となり、最終的には1814年にバイエルン王国に属すこととなった。第二次世界大戦後に拡大したメムリンゲンは、現在この地域の小規模中心として、多彩な公営施設を有し、多くの来訪者を引きつけている。 メムリンゲンの町議会は主張を除いて20議席からなる。これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。